ってのは生まれた時から決まってて、上から見下ろすか下から見上げるか、その2種類しかいねえんだ。おい、なんとか言えよ。だから言ったろ、連合医療拒否ったのに探してみて。
年花岡不条で親子ここどこだか分かってんの？知ってるよ。鈴なんでしょ？
ちの整理券か。面白いな、スズラン。喧嘩でも男としても勝てねえっていうぐらいだからよ。
マジでさらに興味湧くんだけど。あれ、そういえば幸男は、幸男は今、まあ、用事があって海外にいるわ。え、海外？お母様が大変な病気でして。サバカン、そこまでこいつに詳しく話す必要はねえ。先生、そうか。兄ちゃんはよ、おい、何普通に返してんだ。スズランが舐められんだろうな。じゃあ聞くけどよ、お前らの中に宝泉なりその親子ってところにたった一人で乗り込める度胸のある野郎が一人でもおるんかい。これ、うちに一人で乗り込んできたのは宝泉の上田社長以来二人目だ。それだけでも白紙もんだろうが。あいつはらを訪ねてきたうちの客人だ。この件はうちが預かる。やばい、何とか言えよ。親子を花岡不二雄、アンテナ張っといて。了解です。それだな、他の一派の動きにも注意してみよう。油断なんねえからな、このスズランは。宝泉とスズランに一人で？何回言ったら分かるんですか。スズランだけは絶対ダメだって言いましたよね。でもさ、ナオにナオが一番ダメ。いいですか、スズランのラオ。それはもう恐ろしい伝説を持つ怪物なんすからね。怪物？そのラオってのはどんな伝説持ってんのよ。邪魔の不良脱学アンバルズ。いつからか背中にはツーウィンズ。始まりますけど、殴り込み事件、伝説その2高速道路封鎖事件、伝説その3よしこれだ、スナップルビー消滅事件。ラオウが高1の時、とある市のバス停にあるスナックルビーでもうベロンベロンに酔っ払って。おい飲め。はあ、俺の酒が飲めねえのか。バカー、カウンターにいた客と大喧嘩。それに入った店の人や他の客も入り混じっての大乱闘。怪我に立つカウンターにいた人は半殺し。スナックルビーはそのまま店じまい。嘘つけ、ホイチがスナックで飲めるかよ。とにかくラオウには山ほど伝説があるんすよ。お、半端ないっすか。じゃあ九条さんも伝説作っちゃいましょうよ。ダメだって。ダメなのうるせえよ。俺らにダメは逆効果だぜ。だあ、もう話になんない。塚田さん、あれ塚田さんはもうまだ来てない。朝っぱらからご苦労さん。村山の宣言以来、スウォード中の高校が生きり立ってるわ。うちを取るのが手っ取り早いからだ。どうした？さっきそこにセノモンの奴らを見かけた。セノモン、そんなところからも来てんのか。
俺たちも構えとかなきゃやべえかもな。おい、どこ行くんだよ。しかし面白い連中が揃ったな。大軍の鎌座が仕切ってる氷室とガンジー。まさかお前らと組むとはな。エバラ商業の風神雷神こと風見と上波、そしてサメオが。おい、轟京介には誰も手出すなよ。あいつだけは俺たちがもらうからよ。わかってるよ。うちに鎌子とバラ商が加わったんだ。スウォード先行制は目前だな。早くぶちかまそうぜ。おい、うちは兵隊も道具も揃ってるぜ。道具鎌子らしいや。なんだこれ。もっと増やせ。俺たちだけじゃ信用できねえってのか。お前らを信用して何の得がある。力とは全てをひれ伏させる強さでなければならない。徹底的に一瞬の隙すらも与えない。与えるのは恐怖だけだ。黙って俺についてくれや。上からの絶景を見せてやるよ。戦略花岡不二雄様、聞いたと思うが、お前がこの手紙を読んでる頃、俺はとある市にはいない。家庭の事情ってやつだ。もしかしたら少し長くなるかもしれない。そうなると気がかりなことがある。揉め事ってのは得てしてこういう留守の時に起こるもんだ。不二雄、宝泉に何かあったら力になってやってくれ。もちろんその逆もありってことでな。じゃあ戻ったらまた会おう。まさかとは思うが、ラオウを追いかけてないだろうな。やめとけ。上田幸男より。見ても金なんか降ってきませんよ。なあジャム。はい。俺はずっと男に生まれたからにはやっぱ目指すはてっぺんだろうって思ってきたんだけどさ、強い男ってのはそんなことじゃねえのかもな。あいつはまっすぐにしか進まねえ。じゃあお前は不条に喧嘩させる気か。ああ、その前にラオのことを知りたい。お前らしい。それにしても驚いたわ。お前の知り合いって。あ、マイロというわけなのと。まあそうなるな。頼めるか。ちょ、悪い。
その前に整理させてくれ。なんでお前ら言ってなかったっけ、釣り仲間は。そういうこと。お前らが釣りで繋がってるとはびっくりだわ。あ、まあ、たまたまな。釣り道具屋でばったり、川でばったり、それからなんとなくな。こいつも話さないし、俺も話さない。ただ黙って釣り糸垂らしてるのが、まあ、なんか楽っていうか。信じらんね。俺マジかよ。信じるか信じないかはあなた次第。マジかよ。マジだよ。はあ、いつまで見てる。返せ。あ、返せ。マシー竹彦、通称マーシーに聞くのが一番だ。なんなら俺が行って呼んでこようか。いや、ここは俺に行かしてくれ。それが礼儀ってもんだ。親友だ。ちょっと待ってろ。俺はラオウのこと話す気ではないけどな。そっちだっていろいろ嗅ぎ回ってんだろ。スウォード地区で何やらコソコソとやってるみたいだけど、知ってるよな。やるね。なんで知りたいんだ。数々の伝説を持った怪物らを。だが伝説には大概尾ひれがつくもんだ。そうだな。俺の親友が向かうべき相手なのか、その価値がある男なのか、それが知りたいだけだよ。自動養護施設ですよね。そう、ここがラオウの
家だ。ラオウこと三崎マリオは生まれてすぐにへその緒がついたまま薄いタオルにくるまれて買い物袋に入れられこの施設の前に置き去りにされてたそうだ。幼い頃は泣き虫でおとなしい子だったらしい。ある日施設内で喧嘩があって止めに入ったマリオはその喧嘩で自分が強いってことを知った。それからあいつの戦いが始まったんだ。全ては弟や妹たちを守るために。いつも助けてくれる強いマリオ兄ちゃんのことを誰かがラオウと呼ぶようになった。じゃあ、あの伝説はスナックルビー。ラオウの二つ下の弟分がいた。その子は父親から虐待を受けここに保護された。その父親がこの施設を見つけ出し連れ去ろうとした事件があった。その場は何とか職員たちが止めたが、お母さん、いつあの暴力的な父親が来るかわからない。ラオウは二度とその子が虐待されないために父親を探し回りスナックルビーにいることを知った。これが本当のラオウ伝説だ。ごめんなさい、俺本当のこと何にも知らずに。おい、後ろ。ラオ、お前確か俺は親子の鼻をくじょってもんだ。俺と友達になってくれ。あんたすげえ。マジですげえよ。ホセのみんなが言ってることが分かったわ。なあ頼む、俺と友達になってくれ。いやお前な、お前なんなんだよ。おい、おい、言うだろ。うるせえ。お、突然連絡して悪かったな。何なんだよ、ねえ、なあなあ、また気にすんな。とにかく中行こうぜ。おい、ちょっと、待ち待ち。あげろ、お前。どうやろ。今まで散々でゲーすらして好き放題やってきた親子のアホどもを俺たちで潰そうって話だよ。ホセも親子と揉めて、まだはっきりと切りついたわけじゃねえんだろ。でこの金あるから俺ら法政にも連合に入れと。悪い話じゃねえだろ。分かった。あ、お前今何つった。スズランのラオと友達になったんすか。嘘つけ、そんなことありえねえよお前。本当本当。やっぱ俺のくれよ。俺も。ええよ。ここ座れよ。
れ。塚沢来ないのか。俺はやめておこう。とにかくお前相手ばっかりでくれ。俺やってやるから。あ、俺大丈夫、一応強くねえから。ん、あや、この面賞味期限とっくに過ぎてっから。こんな野郎のやがって。瀬の門に鎌子か。で、この連合の頭ってのがお前か。瀬の門工業の天貝だ。金が足りないなら言ってくれ。いいねでいい。お前らよ、あんまり宝泉なめんなよ。おいサボテン、しばらく会わねえうちに安い男になり下がったな。二度と俺の前に現れんじゃねえぞ。あ、せっかくだから忠告しといてやるよ。めんどくせえぞ親子は。じゃあな。つらい。素直に返していいのか。口塞がねえとどっから話漏れっか分かんねえぞ。自分でケツ拭け。はい。お車上に。気になってたんだけどよ、波高で頭張ってたお前がなんで瀬の門に行ったんだ。しかも天貝グループのボンボンなんかの下についてよ。お前の実際…お前らには関係ない。いちいち詮索するんじゃねえよ。せがれはお役に立ててるでしょうか。公平様、この度は瀬の門工業への転入おめでとうございます。バカにしてんのか。今年に入って3回目だぞ。今度の高校にはうちのせがれも転入させることができました。世界で生きる定め、上か下か。俺は上に立つ男だ。はい、明日のご予定は。親地区だ。
今話しかけんな。すいません。全てが解決するってもんじゃねえ。親子はお前だけじゃないってことを忘れんな。
調子悪いんだよな。なきよし。モヒカンってさ、女にモテないって本当か？知らねえよ。俺がいまいちモテないのってさ、このモヒカンのせいだと思うんだよね。どうでもいいよ、俺払いてんだよ。なんで払いてんだよ。お前払いたくねえの。ちょっと、なんで、
くじだったな。くそ。
俺に何か用か。藤尾さん、どうします？俺じゃなかったのかもな、親子の後。え、ちょっと何言ってんすか。サッチーだったら、スカサだったら、こんなことに。親子はお前だけじゃないってことを忘れんな。こいつら街中に網を張ってるはずだ。状況を確認して体制を立て直せ。親子の頭あんただろうが。大体金が目的だ。お前だってそうだろ。俺は仲間なんて信用ならねえ。俺に必要なのは困っただけだ。
前次第で俺たちは負けるんだ。拳だけで全てが解決するってもんじゃねえ。抜けた。あいつらもう来ねえ。次は直接来い。お前変わったな。確かにそうかも。今の俺には守る仲間がいる。まったくうちの頭に影響されまくりだな。もしもし誰お前。死だけ？おい、安い、ちょっと待って。届きだ、死だけがどうした？ああどこだ、そこ。つかさん。つかさん、お前大丈夫なのか？大丈夫かって聞かれたら。大丈夫じゃねえかもな。てめえ。天下の親子も、もうおしまいだな。ふざけんな。明日、逃げた奴ら全員で来い。待ってるからよ。ああ必ず行く。
しゃー苦しみに染めろバラショウが1個減ったところで状況は大して変わらねえ。残った戦力はここにいる俺たちだけだ。バカみたいに正面から行くんじゃなくて、今は司を助けることだけ考えた方が得策だ。おい、明日仲間が助けに来てくれるってよ。まあここまで助けに来れたらな。わかんねえだろ。あ、やってみなっちゃわかんねえだろ。司も助けてほしいなんか考えちゃいねえって。おい、あいつら助けになんか来ねえよ。あ？お前らぶっ殺しに来んだよ。俺たち親子はいつだってシンプルだろ。どんな状況だろうが拳一つで今しかできねえ喧嘩する。今回は精神問題じゃ無理だ。ちゃんと考えろ。とどろき、バラショウ消してくれたおかげで楽になった。それでもう十分だ。ありがとう。お前どういう意味だ。必要ねってことだ。ちげえよ、仲間のためならいくらだって頭を下げられるってことだよ。頼む、力を貸してくれねえか。私は拳交えて仲間になってきた。ここにいるだけが仲間じゃねえだろ。お前、相手が連合組んでくんだな、こっちも本当の連合ってもん見せてやろうぜ。
志田健どうなんだ。今朝目覚ましたがひでえやられようが、にしてもお前もひでえ顔だな。どうした。なんでもねえ。仲間拉致られてるんですよ。さあ、場所が来ない。まあいいじゃねえか。どうせ相手は残りカスだけだしよ。来い。来たぞ。Yeah!
身骨折だ。Oh!
は二人だけが。バカ言うなよ。まだまだ兵隊はいいんだよ。こっちは終わったぞ。ちょっとやりすぎちまったか。みんな逃げたわ。わお、すげえな。スズランだけじゃねえぞ。おら、ローゼンもいるぞ。おら、いやいや、まったくカロリーの高い喧嘩だぜ。たまにはいいな、こういうのも。なThank you.
するって理由なんてねえよ。だって俺たち友達じゃん。喧嘩してっけど誰が上とか下とか関係ねえんだ。隣を見る一緒に戦う仲間がいる、それで十分じゃねえかよ。空から見れば
たち同じとこに立ってんだからよ。今回は俺たちの負けだ。でも絶対にお前らをぶっ潰す。俺と寮でな。怠慢頼むわ。それ乗った。
俺もリベンジさせろ。おお、じゃあ3人でやろうぜ。誰にも迷惑かけずにな。自分らしく生きていこうと思うんだ。あなたはどうする？やり合いたいんだと。うちの不条は人気者で整理券が必要だ。今のが整理券だ。